トーマス・ペティグルー、トーマス・ペティグルー、トーマス・ペティグルーは、イギリスの外科医、古物収集家であり、古代エジプトミイラの専門家となった人物、マミー・ペタグルーの異名を持つ。彼は、私的なパーティーを開いては発掘され、検視されたミイラを展示して、来客を楽しませたことで、ロンドンの社交界では有名だった。1791年ロンドン生まれ、彼は海軍であった父、 ウィリアム・ペティグルーを手伝いながら外科医療を学び、後に行政区病院の見習いとなった。その後は、王立外科医学院、ロンドン医療社会学会などで順調にキャリアを積み、ケント校やサセックス校の外科医を務めるまでになった。1830年代になるとペティグルーは、私的な興味である、古物研究への系統を強めた。特にエジプトのミイラには、強い関心を寄せ、 1834年には英語で執筆された書籍としては歴史的な原点と評される History of Egyptian Mammis を出版した。この時期、彼はまたよく詩的な夜会を開いてはミイラやイエーガンの子宮など博物学的な珍品を展示紹介することでロンドンの社交界でよく知られていた。第10代ハミルトン校アレグザンダー・ハミルトンはペティグリューの研究に強い興味を持ち、 死後に自分をミイラにしてほしいとの希望をペティグルーに寄せた。1852年ハーミルトン校が亡くなると、遺言通りその遺体はペティグルーの手でミイラ化された上でサルコファガスに安置され、領地に埋葬された。1843年にイギリス考古学会が設立されると、ペティグルーは基金の会計役に就任した。1854年に妻を亡くすと、彼は 医学の世界から一切身を引き、考古学的興味に没頭した。1865年ペティグルーは死去し、遺体はロンドンのブロンプトン墓地に埋葬された。A.B. ペタグルー、トーマス・ヨゼフ。A.I.M.25。2008年7月10日閲覧。ありがとうございます。